山寺です。今ですね、京橋の、駅に来ております。今ですね、まだね、朝の9時ですが、ちょっとね、これからですね、串カツを食べてみたいと思います。では今から行きますね。まず1軒目はね、串カツの松井に行こうと思います。まずはですね、ビールを飲みますね。いただきます。あー、めっちゃ効くわこれ。朝の一発目最高です。やっぱり串カツ言うたら、このあれですよね、キャベツの食べ放題ですよね。すみません、若鶏と玉ねぎともらえますか。若鶏と玉ねぎ、はい、お願いします。若鶏が来ました。いただきますね。うまい。ジューシーなね。めちゃくちゃジューシ熱々で美味しいですよ、すごい、うん、柔らかくてうまいです、うん、うまい、うん、玉ねぎ、いただきます。めっちゃ美味しいな、うん、すみません、おでんの厚揚げと卵といただけますか。はい、おでんの厚揚げと卵が来ました。めちゃくちゃね、染み込んでます。絶対美味しいと思います。まず厚揚げからいただきます。いらっしゃいませ。いらっしゃい。お願いしましょう。めっちゃうまい。
うまっ。寝てきたわ。寝れたわ。はい、今ですね、串カツの松井で、串カツ食べてきました。やっぱりめちゃくちゃ美味しいですね。あのソースがね、ものすごい美味しいですわ。甘辛のソースでね、もうね、めちゃくちゃ最高でした。ですね、何よりね、おすすめはね、若鶏ですわ。若鶏はね、すごいジューシーでね、めちゃくちゃ美味しかったです。ほんまにあのソースにぴったり合いますね。皆さんもね、ぜひね、よければ、串カツの松井行ってみてはいかがでしょうか。ということで、またよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ありがとうございます。